はい、皆さんどうも、ブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。これはね、かれこれ20年以上も前の話になります。その日の仕事が終わり、家に着いたのが22時半ごろ。遅番だったんで結構な時間でした。当時私は名古屋の方に転勤していて、会社の寮で暮らしていたんですよ。で、仕事終わってビールでも飲もうかと冷蔵庫を見ると、まあビール切らしていたんで買いに行くことにしたわけです。で、あの当時はね、今ほどコンビニはありませんでした。で、近くの酒屋には歩いて10分ぐらいでした。で、寮の中央を通る道を行けば、自販機の販売停止の23時にはまだ間に合う時間。当時はね、酒屋の外にね、お酒を売ってる販売機があったんですよ。で、それが23時頃までは、お酒を買える状態なのね。で、それを過ぎると、お酒が買えないようになってたんですよ。で、その時はまだ間に合うっていうことで、私は急いで酒屋に向かいました。と、その時にね、路上駐車している車の陰にうずくまる人を見つけたんですよ。それはね、白いワンピース姿に長い髪の女だった。なんとなくね、薄気味悪かったんで、あまりその見ないようにして、気にしないようにして、その横を通り過ぎようとしました。しかしね、目の前まで行くとね、ちょっと変なことに気がついたんですよ。街灯に照らされた車の影にいたのに、なぜかその人がね、ぼんやりと発光しているというか、光っていたんですね。で、それを見て急に怖くなった私は、もう見ないようにしていたんですが、つい横を通る時にね、見てしまったんですよ。すると、その女は顔を上げて私を睨みつけるようにギッて見ていたんです。その瞬間、私の中でこれはやばいと思って、とにかくね、逃げるようにその場を去って酒屋の方に向かいました。帰り道はね、あの女がまだいるのか気になってはいたんですが、やっぱり怖いのでぐるっと遠回りをして、早足で帰りましたよ。しかしね、その夜、眠りについて早々に金縛りに遭ってしまった。何が何だか分かんないでいると、部屋の天井の角にあの女の顔があったんですよ。長い髪の白い顔が私をまたカッと睨みつけていたんです。どれくらいの時間が経ったか分かりませんが、なぜかね、もう視線をね、ずらしたくてもずらすことができなくて、ただひたすらその女を見続けることしかできなかった。まるでね、勝ち目のないにらめっこをしてる状態でも、いつの間にかね、寝てしまったらしくて、気がつくと朝になってたんですよ。起きた時にね、強烈なだるさに襲われた私は、熱を測ってみると39度台あったんですよ。で、普段はね、体調が悪くても会社を休まない皆勤賞の私だったんですけど、その日だけは会社に電話を入れて休みをもらいました。
で、その日から、まあ、まさに三日三晩、あの女のせいで、うなされることになりました。当初はね、夜にしか見えなかったんですけど、日が経つにつれて、昼間でも見えるようになっていたんです。で、何かの拍子に、気配を感じると、振り返ると、いるんですよ。もうこれはね、完全に取り憑かれてるなぁと、もう自分でもその時は思いました。で、この件に関しては誰にも言ってなかった。言ってもどうせ信じてもらえないだろうと思っていたし、でもね、私の最近の様子がおかしいと気がついたその同僚の女性が突然私に、何かあったの?と聞いてきたんですよ。そういえば転勤当初、あの歓迎会の席で、この人は見える人っていうような話を聞いたことがある。私はね、もう藁をもつかむような気持ちで、もう事の詳細を全て話しました。すると彼女は、いい人がいるから何とかしてあげると言って、で、その2日後くらいには、あの彼女から霊能者に話して払ってもらったからもう大丈夫だろうっていう知らせを受けたんですよ。で、その他にその霊能者からの伝言があって、霊能者曰く、もう今はいないから大丈夫だろうと話して、ただし今後この話は人にしてはいけない、早く忘れなさいと言われたんです。それからね、しばらくの間この件についての話は誰にもしないようにしていました。そしてそれから5年後ぐらいかな、私はね、以前の会社を辞めて別の職場で、その時はもう働いていました。で、たまたま職場で社員旅行があって、泊まった旅館でね、怪談話をすることになったんですよ。で、みんなね、あのいいネタを持っていて、で、その時はね、自分も負けていられないって思って、ついついあの女の話を始めてしまったんですよ。で、話してはいけないっていう後ろめたさもあったんですが、でもね、5年も経ってるし、あの土地からも離れたし、大丈夫だろうと私の中では安心していたんですよ。で、話を聞いてビビった人もいましたが、その時はね、まあ怪談話っていうことで、そういう話もあるんだなみたいな感じでした。で、それから数日後、同僚の一人が非常に言いづらそうに私にこう言ってきました。見間違いかもしれないが、あの日の帰り道に見たんだよ。お前の話していたのと同じような女が車の陰でうずくまっていたんだよ。詳しく聞くとね、彼はアパートに住んでいて、ちょっと離れたところに専用駐車場があって、そこで目撃してしまったらしい。その瞬間ね、私は凍りつきましたよ。そして後悔した。話さなければよかったって。またあの女は現れた。でもその後、結局あの女に苦しめられることは一度もなかったんですけど、以前にお祓いをしてもらったから、もう私には近寄れなくなったのか、真相は分かりません。一方、見てしまった同僚はその後どうなったかっていうのは私は聞いていません。あえて聞かないようにしていたし、聞けなかったから。なぜなら、
彼は数日後無断欠勤をして、その後会社に来なくなって解雇扱いになりました。でもその時ね、私心に誓ったんですよ。もう二度と話すのはやめようって。そしてね、あれからかなり長い歳月が過ぎました。さすがにもうね、この案件に関してはね、時効だろうって私の中でも思ってます。だからそろそろこの話をね、人前でしてもいいんじゃないかなって、そう思って。あの女がね、なんとなくね、話してほしいって言ってるような気もする。でもね、この動画を見た後、もし車の陰でうずくまる女性を見たら、決して目を合わせないでください。